右サイドステップしてサイドステップからよしやっていこう。いや、ここまではグループリーグ突破できましたけど、もちろん強豪国2つ倒してここまで来れましたけど、ここは僕たちにとって通過点だと思っているので、全てこう過去のことは忘れて次の試合に臨みたいなと思います。いや、まさに歴史を変えるその瞬間を皆さんに届けれたなと思うので、そうですね、本当に一見こうドイツ、スペインがビッグマッチに見えますけど、僕たちはこの試合のために準備してきたので、間違いなくここが一つの正念場かなと思っています。そうですね、ワールドカップ始まる前から、ドイツにもコスタリカにもスペインにも、勝つという気持ちで準備してましたし、その3試合に勝つことはできなかったですけど、まずはグループステージ突破、できたことが、何よりかなと思ってますし、いいワールドカップになっているなっていう実感は、あります。ただ、まだ何も成し遂げてないので、ここからかなという気持ちが正直ですね。そうですね、僕らからしたらどの試合も本当に同じように、厳しい、難しい試合になるっていうのは思ってましたし、じゃあその試合に、どの試合に力抜けるのかって言われたら、そんな試合は1試合もなくて、全ての試合に全てを、かけて、全て出し切ってきたので、それをとにかく続けるだけかなと思ってますし、それができた結果、ベスト8っていう、今まで成し遂げることができなかった壁を、破れてたら最高かなと思いますし、あくまでそれも一つの目標なので、僕たちは優勝に向かって、とにかく次の試合に、全力をぶつけたいなと思います。そうですね、本当にクロアチアも日本より、実力も格も、上かなと思ってますし、とにかく自分たちがやるべきこと、これまでやってきたようにチームのために走る、戦う、それがまず相手よりもできないと、勝利はつかめないと思ってるので、とにかく戦術とか、いろんなことあると思いますけど、その前に自分たちが持ってるものを全て出し切ることに集中したいなと思います。はい、ありがとうございます。チームとしてはすごい本当に自分たちが狙っている結果が得られていると思うし、チームとしての戦いっていうのは充実していると思いますけど、個人的には納得のいく試合っていうのは納得のいく試合がないし、自分はもっとできると思うんで、個人成績的には数字の部分っていうのが欲しいかなと思います。そうですね。難しいグループをしっかりと勝ち切って、ここまで来れてるので、自分たちは1位通過しているわけで、彼らクロアチアはね、2位通過なので、もちろん彼らはいいクオリティのある選手がたくさんいていいチームだとは思いますけど、僕たちもいいチームだと思うし、勝てる可能性っていうのは大いにあると思うんで、しっかりチームとして戦っていい結果が得られればいいなというふうに思います。彼らはやっぱり中盤の選手3枚が本当に世界的にも有名なクラブでやってる選手だし、名前のある選手で誰もが知ってるような選手なんで、彼らの中盤3枚のクオリティっていうのは、どの国と比べてもすごいものはあると思うんで、僕らはやっぱりここでは劣ってるかもしれないですけど、やっぱりチームとして戦えば全然戦えると思うし、しっかりコンパクトに守って、勝ち切れたらいいなというふうに思います。はい、ありがとうございます。問題ないです。僕たちが今まで破ったことのない壁ですし、それをしっかり破れるように、勝てるように準備したいなと思います。特に中盤はクオリティの高い選手たちが揃ってますし、堅い予選3試合で1失点しかしてないチームなんで、堅い難しい試合にはなると思いますけど、僕たちもしっかり堅くいって勝ち点3じゃない、次のステージに進めればいいかなと思います。手応え、そんなに出てないんで、次しっかり貢献できればいいかなと思います。ありがとうございます。